刀を抜くなかれ。拙者も武士道を志す者。ほらを吹くな。お前は罪なき者どもの血を浴びておる。拙者が多くの者を黄泉に送ったは事実。されど罪なき者は一人もおらぬ。頼む、今誰も死ぬことはない。拙者は皆が村で斬られるのを見た。それでもお主は和平を口にするか。誇りなき化け物め。この者どもは拙者を村を荒らした悪党どもと思い違えておる。拙者が相手した輩であろう。ここに？拙者には下せぬ。いかにしてこのような。分かっておる。わしらも皆道をなくした。なんと、村一つ失われたとでも申すのか。そうかもしれぬ。もしくはただの幻想か。そなたの言葉は道理にかなわぬ。頼む、何が起きたのじゃ。進むのじゃ武士よ。望みを捨てるでない。拙者の言い分は聞いてもらえぬだろうが、お主を傷つけるつもりは毛頭ござらん。一度は図られた身、二度はない賊よ。頼む、拙者もお主と同様に嘆いておる。敵は同じである。共に力を合わせようぞ。化け物、貴様は全てを奪った。拙者のうち同志誇りまでも。お主は思い違えて。今よく分かった。貴様の死のみが拙者の思いに幕を引く。
拙者は前へ進まねばならぬ。何があろうとも。アイコ、どこへ行く？落ちる！お前は落ちる！この湖は泳ぐには深く冷たい。荒神のようにおろそかないかだであるが、こと足りよう。殿、されどお主が斬られたのを上川村で見たはず。そなたが生きておると知っておれば。お主、我らを見捨てよって我らを朽ち果てさせたのじゃ。拙者はまやかされたのじゃ。多くの者が亡くなった。お主が名誉ばかりを欲したからじゃ。そうではない。拙者は奴を止めようと。お主は誓いを破ったのじゃ。一体何が起きたのじゃ。この汚れた血はお主に何をしたというのじゃ。わしのじゃ、わしのじゃ。いや、しまった。わしのじゃ、わしのじゃ。うっ、うわ！
全て食っちまった。腹が減りすぎておったんじゃ。ではお主もこの地のものだ。わしのように
ここにおるすべてのもののように。わしらからこれより何をするというか、もう十分なくしておる。何のことじゃ。わしだ。もはやわしらは帰ることはできぬ。拙者の重みにも耐えられぬなら、そなたの重みにも耐えられまい。他に戻る道はないのか。道などない、汚らわしは何をしたのじゃ。どうか許しておくれ。
ご自分を責めることなどございませぬ。あなた様は静寂をお持ちくださいました。私はそれまではおののくことしかできずにおりました。私は黄泉の者となり申した。しかと受け入れたのです。拙者は遅すぎたのじゃ。そなたをあのような鬼の手にかけさせてしまおうとは。されど拙者もここにおる。そなたのそばで静寂と共に。私もそうしていたく存じます。されど叶いませぬ。今しばし、あの人殺しは今も生きております。カゲロウを止めなければさらなる命が奪われることでしょう。黄泉の深みがあなた様を呼んでおられます。そこで斧が道をお選びくだされ。代償は非常に大きゅうございます。奴は全てを奪った。必ずや影楼目をひれ伏させ叶わぬ命乞いをさせるのじゃ。あなた様がそうおっしゃるならば、落ちる道も戻る道、そなたにもう一度会うことは可能か。一度だけ、もしくは永遠に。黄泉か。死者の地、闇の世。何か道があるに違いない。この妙な印、動くようだ。何か刻まれておるようじゃ。難儀あらば昨日を今日の日といたせ。どこへ行く小僧。己の顔は覚えておる。賊よ、拙者が最初に斬ったものだ。これで拙者をおののかせたつもりならば、そうではないと知れ。
何故拙者は上川村へ向かったのだ。何故愛子のそばにとどまらなかったのだ。固く誓いを立てておきながら。貴様は広樹であるな。拙者存じておるのか、精霊よ。貴様がしてきたことは我ら全て心得ておる。拙者は計られたのじゃ。見通す術などなかった。そう己に言い聞かせるのか。多くの魂があまりにも早く流されてきた。貴様のせいでな。貴様はいかにしてこれを償うつもりか。拙者のただ一つの悔いは己が死、あの畜生かげろう目に必ずや一矢報い、拙者から奪いし全てのものを取り返してみせようぞ。貴様は何一つ学んだな、もののふる。ならば参れ。お主の技を見せてみよ。どうする、遅すぎる。口開けろ。死した者を斬ることができるのか。いずこへ参るのか。世に舞い戻るのでなくば。ヨミはまやかしを見せて、物が見ることにはならぬ。
我らの終わりなどない、ものの不要。切らねばならぬものを全て切るだけのこと。我の最後だ。またあの印じゃ。時とは揺られる足なり。拙者がとどまり皆を守っておれば、核のごときことにはならずに済んだものを。愛子がこのすさんだ地に来ることもなかった。
これ以上いかなる悪しき夢を見せようというのか。道をたどらねば。
この先へ向かうは身の毛もよだつ思いじゃ。されどここで身を引けば己に背くも同じ。またもお前か、飼い犬が。嘘偽りばかり申す者、お前を撃ったことに悔いはない。この鬼め、ここでは皆お前の鬼だ、小僧。読みで皆と会うのだ。お前を導くぞ。